DS PDS 高橋さん、京都ね、やってまいりましたダーツの旅。伸びないんですけど好評なんで続けていこうと思っております。で、以前はね、カナダであんま面白くなかったんですけど、ちょっとね、今回は、まあ、目隠しなしで、まあ、僕もちょっと上手いんで狙っていいですか。やっぱダーツって狙うためにあるじゃないですか。だからちょっとね、めっちゃ珍しい国をね、ちょっと狙いたいってことで。はい、こっちね、アメリカとかね、カナダなんですけど、少ないんですよね、数が。けど、こっちになると細かいんだよ。だから、ジョージアとか面白そうですよね。ジョージアとか、ここら辺絶対面白いんだよ。じゃあ、チャド狙ってみますしね。はい、で、いつもよりね、遠くやります。来い、チャド、えい、あはー、南極料理ある？これ北極はね、人が住んでるのは知ってんですけど、南極はマジで多分いないと思うんだよ、人。はい、南極ってみんなでね、なんか分けてる感じなんですよね。ここにほら、瑞穂基地とか、ほら、いろんな国のこう基地があるんですよ。うん、だから仲良くしちゃってんだよね。ちょっともう一回やりましょう。お、来た、次来た、絶対来た。南スーダンだ、南スーダン。聞いたことあるね。はい、南スーダン料理ちょっと調べます。毎日毎食、ソルガムという主食を食べています。あ、結構ね、その人たちが食べてる主食を食べたいですよね。その観光客のためのものじゃなくて、ちょっとじゃあ買いに行きますね。はい、アフリカにあるのが南スーダンで、人口が1258万人で、2011年にね、スーダンから独立しましたね。世界一新しい国なんですが、国内の 70% 以上が人々の支援を必要としてるんで。はい。では、首都におります。ここですね。はい。まあ、こんな感じで、うん。あ、手がありました。で、次は、お、人々がたくさんいる場所で。あれは何をしているんでしょうね。では、ちょっと離れた場所行ってみましょう。ジム。また誰かの家。玉ねぎをみじん切りにします。たっぷりの油を入れます。たっぷりってどんぐらいだ？玉ねぎを甘くなるまで炒めます。はい、甘そうになったらね、ひき肉加えます。トマトを加えます。で、これトマト1個分ぐらいですね。ちょっと様子見で。ちょっとね、玉ねぎはね、もっとみじん切りでもよかったかもね。はい、で、オクラパウダーでね、なんかとろみをつけるんですけど、そんなのね、売ってないし、緊急では買えないんで、ちょっとこちらでね、ミキサーで、先ほど作ったやつを、こんな感じで。バーン！とろみっちょ。多分こんな感じだと思うんだよね。コリアンをすります。本当はね、コリアンパウダーでもいいんですけどね。コリアンパウダー、塩、ニンニク一かけらぐらいですかね。はい、では今からフフ作るんですけど、もうちょっと今からオリジナルでコンミール、これ何グラムだ、デュアル小麦粉半々でね、ちょっと入れていきます。あれ、取れてなかった。お湯をね、入れて弱火でね、やります。今取れてなかったんですけど、こんな感じで。はい、こんな感じだと思う。熱々ですよ。フフとスーダンのネットリースープですね。スープというか、ちょっとね、ペースト状にね、あんまできなかったんで、もっとペースト状にした方がいいっすね。いただきドッキー。これ手で食べるんですからね、これ。これは現地の人になった気分。うん、このフフってやつ自体は味をあんまつけないらしいんですよね。だからこのスープを結構濃いめにしないといけないですね。なんかニョッキの柔らかいバージョン食ってるみたいな。うまい。正直これで合ってるのか分かんないんですけど、うまいと思うよ。スーダンと南スーダンがほぼもう一緒なんですよ。うん、だから南スーダンの料理を全然検索で出てこない。いや、多分ほぼこれスーダンの料理ですね。ごちそうさまくん。はい、って感じで、フフは正直パスタで食べたいって気持ちはあるんですけど、もしかしてちゃんとできてない可能性もあるんで、本場のね、フフちょっと食べに行きたいって思いました。ぜひみんなもね、スーダン料理作ってみましょうか。ハムトロ、次はどんな料理が食べれるかな。クシクシ。
クシクシ、次はジャマイカだよ。次はジャマイカか。じゃあ、まあ、いっか。どうしよう、アムシュー。 PDS 株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくよ。動画のグッドボタン。